で、今回も好苦労の話をするんですけども、今回は教養についてですと。で、まずここに言われているのが、教養があるということと、教育がある、学があるっていうのは、これは実は同じじゃないんだよと。簡単に言うと、言い換えるとどうなるかな？言い換えると、教養があるということと、じゃ例えば大学に行っていましたとか、高校を卒業しましたとか、いうことは、実は全く同じじゃないんだよと。大学を卒業してようと、大学院を卒業してようと、高校を卒業してようと、教養がねえ人はねえよ。まあ、若干あるかもしれないけどね。っていう話ではあるのかなと、言えたりするわけです。っていうのもね、現在の教育というのは文化などから乖離してしまっているというのがあると。そういえば実学的なものも増えましたよね。若干ね、これからも増やそうっていう話はありますよね。それに、教育で、学校の教育なんかで文化を学ぶこともあるんだけども、そんなものは氷山の一角でしかない。もっと下にもっと下にいろんな積み重ねがあるんだと。その一つでしかないんだと。いうことですね。それにこう、なんだ、最近の教育っていうのはまず知識を詰め込む。知識、知識。大事でしょ、知識。っていう考え方をするわけなんだけども、知識が生きるときっていうのは、その、いろんな文化がこう積み重なって、で、教養が出来上がった時に知識っていうのは使えるんだよ。という考え方を今回はしているようです。知識だけじゃね、やっぱね、使い方がわからないみたいですね。じゃあ、この教養自体はどうやって生きるの、生まれるのっていうと、その人の生き方や周りとの馬の合わせ方ですと。人間関係なんかで近づきすぎにどこで引くのかとか、そういうことですよね。そこで育まれるんだと。だから、教養がない人っていうのもいるかもしれない。でも、生き方、その人の生き方っていうのが積み重ねてあれば、そこに魅力が生まれるわけですよ。なんていうふうに言われてます。単純に勉強してればいいとかそういうことじゃないわけですね。生き方とか積み重ねてきたもの、人間関係、そういったもので教養っていうのが生まれるんだと。さっき、いろいろ言ってましたけど、知識を持つことだって実は重荷なんですと。いろんなことをしてるんだけど、さらに広い世界を知る羽目になりますよね。法律を学べば、法の知識が増える。法の世界に対していろいろ分かってしまう。英語を学べば、他の言語っていうのが分かってしまう。こうすると結構辛いこともあるわけですよね。自分が生きていて知る由もなかった世界を知ることは素敵なことでもある。一方で、知る必要ないことをいっぱい覚えてしまった、故に何か憂鬱になってしまったりしてしまう点もあると。で、そういう人は意外と多いですよ、最近もね。まあ、これは感想ですけど、だろうね。で、そうならないために、知識とある程度距離を置く必要がありますと。それが教養なんですと。知識との距離の置き方っていうのが、ある意味、教養であって。それがないと、知識だけだと、その人は、まあ、鬱ではないけども、何か重荷に感じてしまって、足取りが重くなってしまう人生でのね、っていうのがあるんでしょうね。っていうことですね。積み重ねた一筋の何か、一握りの何かっていうのが教養なんでしょうね。難しいですね。まあ今日ここまでですね。てかね、音量がちゃんと入ってないよね、これね。